木が山頂です。ということで、山頂の木ということで、ただいまワッサム峠三面山の登山口に来ています。駐車場はすごい広い。あっちが三面山です。左奥にトンネルが見えるな。トンネル手前から、ここだけちょっと急ですね。目的地は左側です。そうそう、尾根に上がるんだね。トンネルの上ぐらいに上がってきて尾根に乗りました。最初がいきなり急斜面でジグ切りまくりで、あとは緩く登っていきます。鉄塔が見えた。あと左に行きたくなっちゃうんだけど、左に行くとポコがあるので、我慢してこの林の中を歩いていきます。レースがずっとついてますわ。もうさあ、いよいよ三面山の山頂だ。さあ、北斜面から、おお、一気に視界が開ける。うわー、ピークはどこだろう。意外に山頂狭いな。あ、そっちの方か。ピーク行きましょう。三面山の山頂。めっちゃ綺麗。あ、めっちゃ綺麗だこれ。うわ、すごいよ。うわ、このツルツル具合が最高っすね。うわ、この木が山頂です。ということで、山頂の木ということで、あ、いい景色。すごいよ、本当に。なまらいい。わー、すごいな。3000メートル級の山な感じ。ね、この標高600程度の山とは思えない景色。思えない、思えない。燃え上がり低いね。すごいね。じゃあ、まず奥行きまーす。イエーイ。わー、すごい景色だ。うー、近く置いて、近く、近く置いて、近く、近く来て、近く、近く置いて、近く、近く置いて、近く、近く来て、近く、止まれ、そこ。アマチュアさん、こちらに。
GoPro ビデオストップ。南斜面登り返し、快晴無風、暑い。めっちゃ暑い。じゃあ行きますよ、北西斜面へ。よし、ここからの景色がすごい綺麗に見えるから。向こう、ずーっと向こうの方に行く感じで、うん、あの木のあたりまで。 OK、 まああの辺まで少し稼ぎましょうか。稼ぐ、はい。ああ。気持ちいいねここ。やった北西斜面、ちょっとボコボコしてるけどすごい雪が良かった。登り返して戻ります。どうせ大して滑れる斜面じゃないし。Whoa!